はい、こんにちは、中地です。レースドライバーグリッド2、続きやっていきたいと思います。最後に上がったのはいつかね。本当に申し訳ございません。もうやめたと思ったでしょ。続きやっていきます。ちょっとね、いろいろゲームを手出し始めた頃にね、このゲームをちょっとないがしろにしてしまっていたところがあるんですが、ちょっと最後までねやっときたいので、今回はやっていきたいと思います。で、前回っていうか今までは12、13分、16分とかそんなもんで切ってたと思うんですけど、ちょっとねガッと終わらせたいという気持ちがあるので、1回の動画が20分を超えてしまうかな。20分超えとか、まあそのレースのタイミングにもよりますけどね、ちょっと長めの動画になるかもやしれませんが、よろしくお願いします。それでは続き、エボフェイスオフシリーズいきたいと思います。久々すぎて、もうね、わかんない、多分わかんない、全然走れないと思うけど、やっていきたいと思います。なんでまたいきなりねレースドライバーグリッド2やり始めたかっていうと、ここはどこ、奥多摩か。はい、いくよ。綺麗だな。なぜまたね、おお、すごいな。よーし、インで抜け。なんでねやり始めたかっていうと、グリッドオートスポーツだっけ、新作がグリッド、コードマスターズから出る新作が、8月の PC 版はもう来てるんだよね。日本語は入ってたのかな。 PC 版来てたよね、来てるはず。で、 PS3 コンシューマーには8月の、中旬だったかな、下旬かぐらいに発売になります。で、それもやりたいんですよ。それもやりたいので、僕のチャンネルはね、レースゲーム、おーす、おーす、うーん、怖い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 、ギリギリ、わあ、ごめんね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 、待って待って待って、すごい攻防戦だった、ごめんよ、今のは俺のせいじゃないからね。それもやりたいんですよ、オートスポーツ、オートスポーツで合ってるかな、そんな名前だった気がします。それもやりたいので、ちょっとね、鼻が、申し訳ない。めっちゃ鼻が、めっちゃ鼻がかゆい。運転中ね、気をつけてね、実際はダメだよ。ゲームだからできるから。異常なまでに鼻がかゆかった。これ難しいな。まだ半分もいってないからいいけど。かなり、この車、かなりキワキワを攻められるとは思うんですけどね。なかなか難しい。久しぶりってのもありますけど。そう。で、その、新作ね。僕がその新作で一番、あれね、楽しみにしているのは内装視点。グリッド1。グリッド1には確か内装視点があったんですよ。はーい。はーい。グリッド1には存在しました、内装視点。あの、ハンドル握ってる画面ですね。本当に、中に。体がある状態、その画面内装視点があったんですけど、今作2にはございません。なぜかというとね、まあなんか裏話っぽいんですけど、ちょっとね予算的な話があったようで、お金がかかるみたいですね。やっぱり適当に作れないじゃないですか、こういうスポンサー絡みになってしまうと。例えば空想のね車、アウディとか、そういう名前がもうメーカーが存在するものを取り入れてるとなると、やっぱり内装視点もそれなりに再現度は高くないといけないじゃないですか。スポンサー側にも、ファン、車ファンにも失礼になってしまうような気はするので、なかなかね、ドアス、なかなか難しいところではあると思うんですよ、うまく作るのがね。で、そのグリッド2今作には載せられなかったものが、次回作、
次回作って言い方しないかも、新作かね、は、内装視点があるということで、それがもう楽しみでしょうがない。内装視点でね、ちょっといろいろレースしたいですよね。そう、そんなとこかな。あとはどういうところ、あんまりね正直言って調べていないので、楽しみっちゃ楽しみなんですよね。あのコードマスターズ、コードマスターズさんのゲーム、ちょっと待って、ここは戻そう。もうゴールが近いしね。でもこれで多分ね、俺もう戻せないと思うんだ。コードマスターズさんのゲームっていうのは F1 シリーズとね、ダートシリーズと。怖い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 、おー危ねえ。よし、このグリッドシリーズ、この3つが主流だとは思うんですよ。で今回は、グリッド、すぐにグリッドが来ましたね。グリッドシリーズが、ダートシリーズはもう出さないのかな。ワールド RC っていうワールドラリークラシックの4がもう出るのかな、出たのかな。多分ねかなり近い話でもう出てたか出るかっていうぐらいのだと思うんですけど、あのゲームもね、新作がそのラリー系ですねのゲームが出るので、ごめんよごめんよ、いきなりどついてごめんよ。ひでこういうゲームじゃないからね、レースドライバーグリッドって。勘違いしないでね。いや勘違いしてるの俺だけかもしれない。今のは申し訳ない。でも無理やりね通ろうとしたのが悪い。あそこはブレーキを踏んでね、僕が寄せてたのをね回避しなかった、彼が悪いから。あーひどいひどいひどい。そう、ダートシリーズもダート3まで出てるのかな。3が出た後にちょっとパーティー要素強めみたいなのが出て、うん、だったんですが、とりあえずグリッドが来てるみたい。ダートシリーズもねすごく面白いので、グリッドじゃないや、そのダート3は持ってるんで、いつかご紹介したいなとは思ってるんですが、映像も全然綺麗なので、うわお、あ変なとこで変なとこで変なとこで、あーもったいない、あーもったいない。そう、 F1 シリーズはねあんまりやったことがないので、F1 はね僕わからないんですよね全然。っていうかまあワールド RC もラリー系のね、ラリー系の話もちょっと下手くそすぎないかワールド RC の話も、なんだ実際ね、この車今僕が何を走らせてるのかもちょっといまいちよくわかってないぐらいの、そういうにわかっぷりの、にわかというかあれですね、ただ単に車という存在が好きっていうような人間でも楽しめるんですけど、 F1 はねあんまりね、もっとこうコアな位置にいるような気がしてあんまりやったことがないんですけど、いてとは言ったものの、2010年、 F1 2010、2011、2012ぐらいまではね触ったことはありますね。あれもねキュアキュアの戦いなんでね、すごく楽しいんですよ。ブレーキやっぱりね、そのドリフトドリフトドリフトっていうよりはキュッキュッてこうブレーキかけて、であれはマニュアルで遊んだ方がいいですね。これもね多分マニュアルで遊ぶ方多いと思うんですけど、僕このぐらいだとねちょっとあれだね、あれだね、あのオートマで遊ぶのもありなんじゃないかなと思ってオートマでやっちゃってますけど、そう、 F1 はねすごく、まあ、マニュアル、まああれをオートマでやっちゃうと多分面白くないでしょうけど、うん、非常に楽しいゲームです。で今回はグリッドが来ると。でも早い気がするんですよね。グリッド2出てからグリッドオートスポーツ、今作、次のね今作って言い方したらダメだ、おい、出るのがなんか期間ずいぶん早いなって気がしますね。グリッド2実はあれかい、中途半端に1回とか言っちゃダメだけど、そんでもないのかな、調べたらそうでもないのかな。なんか早い気がしましたね。それでも僕がゆっくりグリッド2遊んじゃってるからかな。うまい、あいつやばいよやばいよやばいよ、もうないよ、
ここの峠で任せ。オッケー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 。真剣にね、前に行かせないようなライン取りをすればいいんじゃないかな。うーん、イン攻めてくるね、攻めてくるね。次だよ、次もあるよ。ここでキュッて、オッケーオッケーオッケー。いいよいいよいいよ。触らないでくる、危ねえ。後ろでガコンってなった。やめろ。うーん、超緊張する。うわー、楽しい。これ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 、アドレナリンムンムンに出るやつ。いけーいけー、よしよしよし。はぁ、大変大変大変、楽しいぞ。そう、なんだろうね、なんかさ、いきなりね、もう終わりじゃないけどさ、浸っちゃうと。レースゲームのいいところって終わりがないとこなんですよね。なんかこれ最近友達とお話ししたんですけど、まあレースゲームの話じゃないんですけど、ちょっと視点変えてみますか。終わりがあるなしの話とかね、いろいろしたんですけど、ゲームにおいてのね。レースゲームって基本的にそのキャリアモードっていうのは用意されてたりはしますけど、こういうとこで失敗するなら戻った方がいいよね。再スタート、キャンセル。待って、再スタートでいいの？再スタートって頭からスタートしない？大丈夫？シルバー、シルバーでいいんだよね。3戦目ってことだよね、これ。これさ、この視点厳しいか、これ。めっちゃ速いよ。怖っ。おい何の話してたっけ。そう、終わりがない。だから例えばもうこのゲームのね、この車とか、このなんだろう、なんて言うんだろうな、レースゲームやったことある方ならわかると思うんですけど、すごく走らせてて気持ちいいゲームっていうのがやっぱりいろいろやってるとあるんですよ。でこれはそっちの部類に入るんですよ。すごく気分よく、かつあんまりカジュアルじゃない、カジュアルかつカジュアルじゃないっていうこの曖昧さなんですけど、カジュアルに遊べつつも細かいところすごくこう、なんだろう、攻めようとすれば細かいところまでできるっていうかね、なんかすごく幅の広いゲームになってるんですよね。なので触ってるよ、これ後ろで。チックショ、暗いからね、こんな暗いところを触らないで。さ、俺触ってるもん、これ。やめろ。触られるとハンドル効かなくなるんや。なるんや。僕は東京人ですよ。そう、終わりがないから、一回このゲームにはまってしまえば、もうずっと長い間遊べるんですよ。その新作が出て、まあ、乗り移る、乗り換えるっていうのは全然あると思うんですけど。やっぱりね、危ない。おお、きれい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 に走ってるよ。そういうとこにね、良さがあるんですよね。だからもう一回ハマってしまえば、その作品に、変な話ずっと遊べちゃうんですよね。飽きっていう、まあなんだろう、すっごく細かいとこまで言うと全てにおいて飽きっていうものは来るのかもしれないですけど、普通のね、なんかまあ、並べちゃいけないけど RPG とかね、終わりのあるコンテンツではなくて、自分でこうひたすらね、よいしょ、よいしょとかやってるとね、すごく楽しいんですよ。だからね、ずっとこう楽しめる作品の一つではありますね。パズルゲームとかと一緒ですよね。パズルや、なんだろう、うん、格ゲーとかね、一見ジャンルは違いますけど、1回に対して、これは1レースですよね。そういう終わりはありますけど、ゲーム自体に終わりがないって言い方すればいいのかな。ストーリーのあるゲームだったらね、キャラクターストーリー終わった後も遊べるよって言うけど、サブとかね、全ての隠し要素を終わらせたら、それはやっぱりもうやること完全になくなるって言ってもいいんじゃないかな。
ただやっぱりパズルとかレースとか格闘ゲームとかは一回一回のセッションは短いけどずっと遊べる。あーもうまた触りよって公共物めっちゃ破壊した。そう、そういうとこにね良さがあると思うんですよね。何の話からこんな話に変わったんだ。なんか左これパンクしてるもしかして。左からパタパタパタ、あパンって、最悪だよ。ここまで走ってきてさパンクしたよ。しかも戻れないよ多分これ。ほらパンクしてるもん。これもう右でパタ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 っていってる。あーいつやりよったなマジ。こいつこいつドゥーシュ、ダメだ、これはやり直しだ。きついな、ここまで走ってきたのに。行くぞ。この視点かっこよかったけどね。ちょっと何のペナルティもない。はい、相手も思いっきり突っ込んでくるぞ、気をつけろ。本当に敵をパンクさせる、ここでいつも失敗ですよね。ちょっとすごくもう敵のこと意識せずに綺麗に走ろうとしてみようか。いて、ほらもうなんかさ喧嘩腰じゃね。よしよしよし、ブルーのシルバー喧嘩腰だわ。だんだん調子乗ってきてる俺が汚い運転バックするから。とりあえずでもここで勝っておかないと。今回はこのフェイスオフで一本動画になるかな。よいしょ、危ないよ危ないよ。いいよでもうまいよ。ここは大きく踏んでおいて、オッケーオッケー。あんまりねここし下手くそ踏み込まないように、ここで大きく踏んでいいんじゃないか。 S 字、あーちょっとの接触でね立ち直りできなくなるからね。やっぱ軽いから、ここは優しく一回離すか。ここは踏もう。こっからしばらく踏めるんじゃなかったか。うん、これ右にね。 OK、 坂道フルスロットルだ。ここは気をつけよう。割とゆったりだけど気をつけないと壁に触って危険なことになる。もうね後ろが速い。もう追いついてきて、ねえほらもう腹立つな腹立つな、安くねえんだぞ車。一回わざと抜かしてやりゃいいか。行け行け前、風の抵抗ない状態で走ってやるよ。こっちはこれで、で最後の峠だね。最後の峠で決めてやりゃいいんだ。おおおおクソ、ダメだ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 。これあと1回しかないからね。フラッシュバックが大事だよ。怖いんだよな接触してきそうで。っていうのはね向こうも一緒なんだけどね、散々俺が接触してきたから。くそ無理できない無理できない、ここは譲ろう。うまくね彼、うまくね今の抜けるとこ。パンクしないねパンクしないね。オッケーオッケー、ここ雑、いいよここも大事、頼む。よし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 、
こうね、ぶつかってパンクじゃなくてこうパンクするまでの期間がある感じもいいよね。タイヤがさ、中のチューブが割れる前に、これ来たか、これ来たか、もうマップ見れない、何も見れない。そう、これね、もう中心しか見れなくなるんだよ。来た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 、ほわこれね、プレイヤー自身のアドレナリンが高まってこう、もうね、キューッとね、真ん中しか見れなくなる感じ、最高や。